僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。クッパ姫もやばいの。ああいうのもだからね、いいですかって言ったらダメに決まってるわけよ。バカがいるでしょ。これやっていいですかって任天堂に聞いた時点でダメですよって言われるのに決まってるわけじゃん。それよりは好きにやってて黙認の状態で泳がされておいて、そこであんまり収益化とかもせずにね、楽しくやっといてっていうことなのにさ、本当にバカがいるよな。いいですかって聞いちゃう人、僕なんてもうそういうので怒られたら全部もう土下座して逃げて、あのもう全部ね、今までのねクッパ姫のツイート全部消します、すみませんでしたって言って逃げるけどね。そういうのにあの得意げになってね、クッパ姫の権利を主張しだすやつがいるでしょそういうのが危ないんだわ。コロプラとねマリカーの話なんだけど、カートでねマリカーっていう名前を着て、マリカーは自分の権利ですとか主張しだすじゃん。それは任天堂怒るの当然でしょうが、任天堂様はね本当にね器のでかいね、あのあれなんだよ。プニコンは自分が発明しましたってコロプラとか言っちゃうじゃん。他のねゲームでプニコン使ったら私がお金いただきますよとか言い出すでしょ、権利を主張してさ、どうしようもねえよな。そういうことすんなよ。みんなね任天堂様のね寛大な手のひらの上でね遊んでればいいんだよ。僕みたいにやっぱりいいですかって聞くのは良くないんだよ。やっていいですかって、いいですかって聞かれたら、その黙認してた人もダメですって言わざるを得ないの、立場上。このね緩やかな関係性、これが一番平和なんだよ。立場を、自分たちのそれぞれの立場があって、その人が本心ではああいいな楽しくやってんじゃんって思ってたとしても、いいでやっていいですかって聞かれたらダメですって言わざるを得なくなるわけ。この関係性をしっかり理解しようぜっていうこと。だから自分がやってることっていうのは任天堂様の手のひらの上で遊ばせていただいてるんだよっていうことを常に心得ることなんだよ。権利なんか主張しちゃダメなんだよ。バカがいるんだよ。でも中にはさ、自分がね偉くなった気になっちゃってよ、ゲーム配信やってるやつら全員そうだからな。ゲーム配信だってさ、今はある程度その法律関係整ってきたけど、やっぱりやらせていただいてるんじゃん。なのに俺のゲーム配信は最高だから、このゲーム配信やってる動画は俺の権利だとか言い出したらもうアウトじゃん君。まあ今はなんとかなってるけど、そういう問題なの。何かしらのねどなたかの権利の上に成り立ってるビジネスだったり創作活動っていうのは、感謝の気持ちを忘れちゃいかんよ。それがなきゃ自分は生きていけないってこと気づけよ。クッパ姫をねやってるやつもそうだよ。クッパ姫なんてようわからんけどさ、履き違えてるやつはいい加減にしなさい。本当は完全なねオリジナル作品なんてなかなか生み出せねえからな。まあ二次創作をだから全否定するのが良くないし、だからといってね権利を主張しまくんのも良くない。野間猫騒動とかも昔あったじゃん。ザコシのドラゴンボールのモノマネなんてさ完全アウトじゃん、鳥山明先生が。だけどザコシがもし鳥山明先生に僕モノマネやってるんでこれオフィシャルにしてもらえませんかって言わないでしょ。ザコシはおめえきちげえか、俺は小じきになるぞそういう問題なんだよそもそもの時点で。でも鳥山明先生本心ではあれ楽しむ可能性もあるんだぜ。だけど聞かれたらもうアウトじゃんそういうことなんだよ。グレーなところをね楽しむっていうその姿勢だから、あんなクソみたいな動画なのにさ高評価がすごいでしょ。それに味を占めて、もしザコシがこのモノマネは俺の権利だから、このドラゴンボールの悟空は俺が DVD 化して全部売るからとか、そこまでやりだしちゃうとやばいよねクッパ姫と一緒でね。そうやってねその自分の組をクリエイター同士でね締めていくことは何のプラスにもならんから、まあそのね世の中の情勢に合わせてあんまりこうがんじがらめにせずにさ、楽しくねあのズボンの紐をね緩める感じでやっていいじゃん。怒られたらやめればいいじゃん。全消しすればいいじゃん。